例えば絶対開けちゃいけない、秘密のドアがあったとしたら、君はその前素通りするか、君は何も気づかぬように。だけどそこから僕の声が聞こえてきても、無視できるか、ドアの向こうで開けてほしいと言われても、ルールを守るのか。誰にも反抗したことない、普通の人生でいけないと言われても、自分が止められない。ああ失うものがなきゃ何も守りながら愛し合いたいなんて、そんなずるいことは大人たちがすることだよ。両方失ったとしてもしょうがないさ、愛とはいつだって何か欠けるもの、傷つかぬ本気なんて信じない、それが愛の交換。それが愛だ。ああ失うものがなきゃ何も手に入らない。